はい、前回までのあらすじ、デラックスライドウォッチセットをブックオフで6000円で買ってきた。よっしゃやったぜ、調子に乗って紹介する俺だが、しかし5つのうち3つしか紹介ができず、アリババチャンネルの大好きファイズとエターナルが紹介できずじまい。さあどうしたもんかな。ここまでふざけて大丈夫かな。しまいには人のチャンネルにこびまくってるようにしか見えねえぞ俺。まあ今の時点で視聴者なんてアリババチャンネルしかいないから。さあ無駄話もこの辺にしていい加減音鳴らしていこうか。気持ち的にエターナルが好きだからエターナル後回しにしよう。まずファイザーアクセルフォームから。やっぱ10秒間だけの加速っていうのを言ってくれないんだね。いやでもスタートアップを言ってくれるのはいいな。変身音。おい。お、嘘。ちょっとあんま。あ、もう一回変身音鳴らそう。うん、今のはミスじゃない。今のは事故じゃない。わざとだ。うん、わざとということにしておこう。失敗じゃない。エクシードなんだ。ファイズって言ったらゲーム中で出てくるアクセルクリムゾンスマッシュ、四方八方からクリムゾンスマッシュでボコ殴りっていう、あの必殺技が好きだったからな。必殺技もアクセルって言ってほしかったな。でもいっか、ファイズシリーズはエクシードもいいよ。さあ最後の一個だ。なんだかんだ言って俺ダブルの映画って映画館で見たんじゃなくて、今年のゴールデンウィークにあった東宝オフィシャルで配信されてた公式版のやつでしか見たことがないからな。映画館で見たかったんだけど金がなかったんだよな結局。いやでもエターナルな、仮面ライダージオにも出てきたしな。やっぱり仮面ライダージオでの活躍見てても、映画でも見てても好きになっちゃうよ、エターナル。エターナル。さあ、地獄を楽しみな。白い復讐のライダーは、エターナルだ。いいな、こっちで言ってくれんだ。さあ、地獄を楽しみなって。いいわ。さあ変身音だ。ライルタイム。エターナル。エターナル。最後にやっぱりエターナルの変身音、メモリーの音声を出してくれるんだ。最後に。最高。これはいい。こっちはマキシマムなんだ。26本差しの方のエターナルネバーエンドはな、あれ専用の音声がないんだよな。でもいっか、変身音でエターナルの音声聞けたからいっか。もう一回鳴らそう。まずいな。
最後の2つだけ残しちゃったから動画時間余っちゃったな。ちょっと考えよう、何を出すか。はい、動画のネタに困ったんで、こっからがっつりアリババチャンネルに媚び売っていきたいと思います。いや、言い方が悪かった。アリババチャンネルを好きなライダーのライドウォッチを鳴らしていきたいと思います。とりあえずオーズから。オーズをチョイスした理由は、単に大メダルの動画を褒めてもらったからです。以上。しまった、2回鳴らしてしまった。必殺技を鳴らすはずだったのに、やべえ。小話なんだけど、このオーズライドウォッチさ、タイムマシーンについてきたはずのものなのにさ、なぜか川崎のブックオフで確か6000円だったかな、6000円だった気がする。6000円で売ってたんだよ、確か。これで違ってたら申し訳ないんだけど、高くね？いや、タイムマシンついてこなくて6000円は高くね？せめて新品の箱の状態で6000円でしょ。どんだけ人気あったんだろうね、オーズって。次に、プトティラコンボ。まあ、食玩版だけどね。というわけで、これがプトティラコンボでした。最後にこいつよ、鳴らした後にしよう、詳しい話は。あれだ、必殺技のタジャスピナーのやつだ。こいつね、こいつは劇場版仮面ライダー劇場版仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーの劇場前売り券のプレゼント付き前売り券のプレゼントの方だったんだけど、価格が確か定価です5000円だか4000円だっけ。まあ安い方だったんだよ、映画のチケットも合わせれば。ただ俺は発売日当日に何を思ったのか、寝坊をして買い損なって、でこいつを買ったのが半年後かな、4月ぐらいになって、秋葉原のホビーステーションでなんか2個ぐらい、2個か3個溜まっちゃってて、それで価格がガタって落ちたんだよ。3333円税抜きで、税込みの3600円で買えたんだよ、これ。いや、手に入るまでが長かった。マジ、寝坊のせいで買い損なったけど、その結果多少は安くなったっていう。まあ映画1回しか見に行けなかったけどね。逆に今年の夏の電王クライマックスホームとか、アマゾンオメガのついてきた
仮面ライダージオオーバークォーターと、騎士竜戦隊恐竜ジャー、恐竜時代で決闘音の方は、二つともちゃんと映画のチケットを手に入れたんだけど、なんだろう、竜ソージャーの方の映画を二回見に行く気になれなくて、オーバークォーター面白かったんだけどね。二回見に行きたかったんだよ。オーバークォーターの方は。竜ソージャーの方はちょっとあれだったけど、で、2回見に行こうとしたんだけど、結局夏休み中時間が取れなくて、母様にそのまま映画のチケット横流しして、で、母様にどうだった映画って聞いたら、まず竜ソージャーの方が、ごめん寝てたわって言ってて、で、仮面ライダーの方が、仮面戦隊ゴライダーにくっそ驚いてたわ。何あの、仮面ライダーとゴレンジャー混ぜたようなやつはって、そのまんまの意見が飛んできたわ。あれは笑った。あと、木梨憲武さんが出てきたことに、驚いてなかったな、意外と。仮面ノリダーっていうおふざけバラエティ、バラエティのおふざけのこと知ってたんだね。俺さ、最初、このおっさん誰と思って、で、その後考えてみたら、あれ、トンネルズの木梨憲武さんじゃねっつって。で、後々になって仮面のリーダーの存在知ったからさ、いや、驚いたわ。さ、ここまでは頑張って時間を引き延ばした。もう限界だ。こいつを鳴らすで。いやー、カイザね、ボディがいいよね。黒に黄色で。カイザな、音声については一切触れないけど、こいつが出た時がまだライドシリーズの最初の方で、俺も金があって、乗りについていけたんだよ。しかも発売日当日が、運よく午前中が授業なくて、よっしゃ、発売日初っ端からヨドバシに駆け込んでやるぜ、つって、激戦区である秋葉原のヨドバシに突っ込んでったんだよ。見事手に入れました、定価で。その後中古で値段が落ちたけどね。いや、早かった。正直買うのが早すぎた。正直新品で買うことを滅多にしない人間だからな、俺。新品で買ったのはゼロワンドライバーと時空ドライバーぐらいだわ。いや、どっちも、まだうちのチャンネルで使ってね。おまけのライドウォッチ欲しかっただけだからな。早く使わないと。というわけで、今回は、プレ版限定のライドウォッチの、ファイザーアクセルフォームと、エターナルと、あと、手持ちのコレクションから、4つほど鳴らしました。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。